皆さんこんにちは、レザーワークス一点です。今回の動画は、はい、プレゼント企画やっていきたいと思います。はい、来ました。はい、少し前の動画でね、ショートダルマ言能の仕立てをやった時にね、3本ぐらいプレゼントしようかなっていうことだったんですけども、っていうのもね、一点レザークラフトチャンネル、はい、初めてね、今どれくらい経ってるか知ってます？4年ぐらい5年やってるんですよ、うんうん、2019年の7月に1本目の動画上げているので、うん、5年ちょっとってことですよね今、うんうんうん、おかげさまでね、チャンネル登録者今1万5000何百とか、うん、とかそれぐらいいっていると思うんですけども、いつもね動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。1万人の時も1万5000人の時も何かやろうかなってお話ししてたんですけどね、うん、結局何もやらずにここまで来てしまって、うん、なので、まあ、これを機にね、初めてのプレゼン、初めてじゃないか、他の SNS でプレゼント企画やったことあるんですけども、うん、YouTube 内でのプレゼント企画っていうのは今回が初めてになるかなと思いますね、はい、ではね、ちょっと詳細をお伝えする前にこのショートダルマ言能、はい、ちょっと見ていただきましょうかね、はいはい、動画の中でね、仕立てやった時にめちゃくちゃ苦労していたんですけどもはい、こんな感じですね。まずね、ここのね、面取り、ここの当たりの部分ですね、ここの面取りをやって、ここにね、結構ね、筋が、深い筋が入っていたんですよね、うん、はい、こんな感じで鏡面仕上げにしています、うん、はい、動画の中ではこれね、手でね、ヤスリがけしたんですけども、うん、結局ね、機械でやったんで、より綺麗に仕上がっています。もう嫌になっちゃった、嫌になっちゃったこれだからね、私のものよりも綺麗です、うんうんうん、で、片側は高高膨らんでる、ちょっとぷっくりね、はいはい、はい、で反対側はフラットになっているんですけども、うん、面取りしてあるのでこのフラットの方で打っても、うん、まあさほど支障はないかなという感じですね、うんうん、はい、はい、でこの柄の部分はね、こんな感じで、はい、こっちの仕上げもやりました。めっちゃ大変でしたこれ、うん、でね、今回ね、生徒さんの分と全部でね、うん、25本ぐらい仕入れて作ったんですけども、はい、こんな感じで生徒さんの中には柄の部分の加工をせずにそのままのものも何本か作りました、うん、で大きさ的にはね、これが普通の、はい、あの木槌、うん、ちょっと大きい方ですね、特大サイズの方、うんうんうん、これが特大サイズになってこんな感じ、結構小さいのが伝わるかなと思いますね、うんうん、この小ささが打ちやすくて疲れにもそんなに、ね、支障が出ないという感じで、うん、とても使いやすいサイズ感になっています、はい、ちょっとこれ持ってみて、はい、ほら、はい、この柄の部分どう、うん、スルスルでしょ。ここがね、この鏡面仕上げ作るよりも大変だったんですけども、うんうん、油性のねニスをもうね厚塗り4回して、うん、はい、そうするとねボコボコになるんですようんうん、うん、それをね機械で磨くとすぐにね下地が出てしまうので、うん、ボコボコに盛ったものを180番の空研ぎペーパー、はい、180番240番、320番まで空研ぎをして、そこから、600番1000番1500番で水研ぎ、はい、全部手で研いでいます。でその後に、蜜ろうロウを塗り込んで浸透させて磨き込んで仕上げているので、手触りがねとても滑らか、スルスルですね。ですね、こちらと比べるとね、ちょっと比べてみて違いがすごくわかると思います。はいはい、わかります、ね、ちょっとなピントがあれだけど、はい、いいですよ。はい、そんな感じでね、そう、キメがキメの細かさがね、うん、伝わってきますかね。はい、これを手で研いだ、そう、もうそれが一番大変だった。今回はこちらの柄の部分の加工までやってあるものを3本プレゼント企画ということでやっていきたいと思うんですけども、はい、この動画が上がるのがおそらく9月の29日の日曜日に上がると思います、はい、で当選発表が1週間後の10月6日日曜日の夜8時からライブ配信をスタートして、その中で当選発表をしていきたいと思います、はい、はい。ちょっとね、 YouTube のライブ配信あんまりやったことないからうまくいくかどうかが不安、うんうん、ご応募は、今回のこちらの動画のコメント欄に、はい、コメントしてください。何かさ、コメントしてくれると嬉しいよね。あ、そうね、うん、
あの前回の元能の仕立ての動画にもさ、プレゼント企画やろうかなっていうことをお話ししたからさ、すごくたくさんのコメントね皆さんからいただいて、あのとても嬉しかったです。ありがとうございます。まああのコメントいただいた中からライブ配信の中でくじ引きとか何かで決めたいかなと思います。ライブ配信の中で直接見ながらご応募いただいている方のユーザー名、アカウント名を書いて紙にその場で書いて入れる箱に、その場で書いて入れるね、にしようかな。だってそうしないとさ、本当にどんだけの誰の名前が書いててどれだけの数が入ってるか分かんなくなっちゃうでしょ。まあライブ配信そんなにせかせかやらなくても多分大丈夫だからさ、その場でね皆さんと一緒に書いてあるアカウント、あのコメントいただいたアカウント名を確認してそこに書いて記入したものを箱の中に入れて、ガサガサとピッと引くような形にしようかなと思っています。なのでその直前までの、コメント、くじ引きをしたいかなと思いますので、そちらの方よろしくお願いします。この YouTube の動画にコメントくださいですね。はい、そうですね。で、あと条件としてはですね、あの発送がレターパックになりますので、レターパックの届く地域にお住まいの方、だから海外は無理です、ね。あとね、このね元能の、ちょっと注意点だけ、これねあくまでも、圧着、あの接着剤で革を貼り合わせてそれを、圧着プラスこう減り返しとかしてる場合はあの癖付けとか、あと革をこう割った時、縫い合わせて割ったものを圧着するとか、あとはステッチを、平らにならす時に使うものになりますので、くれぐれも金属は打たないでください。ひしめ打ちだったりとか、ハトメ抜きだったりとか、そういうものを打っちゃうとこの断面にあの凹凸ができてしまって、革の銀面叩くと跡ついちゃうかもしれないので、あの用途だけはちょっと気をつけていただければなと思います。ね、今回ねこの元能を仕立てる時にね少しゆとり持って仕立てたんですよ、でメッセージとか何件かいただいて、まあこのプレゼント企画にも参加するけど、もし当たらなかった場合、あの購入したいよっていうお声もね結構いただいたんですよ、で今回のこちらにいただくメッセージにもし当たらなかった場合、購入希望する方がどれくらいいるかっていうのをもし私の方で把握できたら、これね取り寄せなきゃいけないんですよ、あんまり多分お店でも売れるものじゃないって言ってたんで、特殊な形で、なので取り寄せて、販売用にいくつか作ってもいいかなってちょっと思ってたんですね、ただその時は申し訳ないですけども、柄の部分の加工はなしにします。こちらもうやらないこの面取りと鏡面仕上げまでやったものですね、でこちらがですね、あの全部この本体と加工賃込みで3000円、プラス消費税の3300円ですね、これもまあレターパックになると思いますので、3センチ以上厚みがあるので520円かな、の送料になります。そちらであの対応することももしかしたらできるかもしれないので、ご意見いただければその後の検討をしていきたいかなと思いますので、それからあとはですね、当選した方その後の流れについてなんですけども、調べたらね YouTube 上で DM でやり取りすることができないらしいです。できないんだね。昔はねできたっぽいんですけどね、今はねやっぱできないんですよ、で、ライブ配信の中で当選者っていうのはお伝えすることできるので、該当する方はちょっと申し訳ないですけども、他、インスタか X の方の DM で、ご連絡ください。オープンなところでやり取りするわけにはいかないので、発送先の個人情報とかっていうのをいただきたいので、X かインスタの DM でご連絡お願いします。 X も、インスタもやってないっていう方もっていう方っていう方は、メールですね、あの概要欄にホームページのリンク貼ってありますので、そこから問い合わせフォームがありますので、そちらからねメールください。当選してからご連絡いただくまでの期間もちょっと設けようかな、3日にしようか、
3日間でいいかな。うん、なので10月9日、はい、10、あ、私の誕生日ですね。そうだっけ。あ、そうだね、そうだね、10月9日中までに、はい、ご連絡ください。できればね、あのライブ配信に参加してくれると嬉しいなって思いますね。そうですね、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、そしたらさ、まあ、その場でもう早い人だったらさ、当選した瞬間あの DM で開いて送ってくれるかもしれないからね。うんうん、で今送りましたってコメントがさ、あそこのライブ配信 YouTube の上に出てくるからさ、うんうんうん、もしあれだったら今送りましたって心配なのがさ、紐付けされてないから、うん、そうね、YouTube 上のアカウント名と DM で違う SNS から送ってくれた方が紐付けされてないので、うん、できればライブ配信に参加して見に来ていただいて、時間がね許すようでしたら、うん、で当選者その場で伝えた時に、その場で X かインスタの方から今 DM を送りましたって、そのアカウントで YouTube 上にコメントしてくれたら、うんうん、その場で確認できるから、うん、だとね間違いない。そうですね、ということでぜひコメントの方たくさんの、ご応募お待ちしてますので、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。10月の6日の8時、それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、それからいいなって思ったら高評価の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。